出来事なのかなって思った。ねえ、悲しいお別れをしないと人は誰も先には進めないの？Thank you.
サノバビッチ晩ご飯。なの？それより浴衣着てるんだ。料理いっぱい作ったからお裾分け。特製肉じゃがだよ。お月様を見ながらゆっくり来たから1時間ちょっとかな。分量失敗しちゃって。でも本当にこの特製肉じゃがはすごいんだよ。なんと人参がかかしの形に切ってあるんだから。今日食べないの？風間さん？お隣って綺麗な女子大生の人？
料理上手なんだ。ダメだよ。君の好みに合わせて薄味にしてきたから、この暑さじゃ食中毒が怖い。味が濃くなる。君って子は器用すぎるところが不器用なんだから。いいです、また作ってきますから。正直にはどっちも。神社に置いてきた。お裾分けはお供え物になりましたとさ。まあ、懐中電灯を忘れたのはあれだね。
村の西に夜来ることなんてほとんどなかったから。あれ？心配してくれるの？全然怖くないよ。でも不思議だね。神社とかお寺って幽霊が一番出にくい場所だろうに。でも、あの神社はね、少し悲しい。人気がなくて、せっかく一人になれるのに、誰か、お母さんみたいな人に見られてるような気がするの。何？
うしたの？そうだね。ありがとう。